サワイアンチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、サワイアンチャンネルです。はーい、ということでアリーちゃんやってきてまいりました。いや、暑すぎだよ、ここ。どこだよ。いやいや、まあ、太陽のせいなのか、はたまたこの全国高等学校総合体育大会のせいなのか。来ましたね、来ちゃったね、はい、インターハイでございます、福岡の地まで。はい、サワイチャンネルご覧いただいている方は分かると思うんですけれども、まあ、先日ね、我々、まあ、サワイの母校である國學院久我山高等学校にね、練習参加しまして、うん、まあ、その際にちらっとね、言っていましたけど、お前代謝やば。はい、いやもうそれはそうだよ、うん、本気で来てるんだから、うん、ね、この久我山高等学校インターハイ出場決めました、決まりましたね、はい、で今日が初戦ということで、初戦ということで、それの応援、全力応援、もうちょっと今日全国民がねビビると思う、サワヤンが応援しちゃうとこうなっちゃうんだっていう、本当に多分大混乱を巻き起こす事件になる。事件にはならないよ、もうそれぐらいの会場一つにして、ね、とにかくあの母校の生徒をもう応援すると、あくまでも久我山の勝利のために、直中のベイスターズの応援とかをね動画上げてましたけど、やっぱバスケの、はい、特にこの高校スポーツの応援っていうのはまたね一味違って、ね、確かに確かにすごい楽しいから、ね、楽しいからね、うん、もう今日ぶち上げる、うん、そしてまあ何が起きるのかわからないのが、まあ、インターハイ初戦、これで20点差で負けるみたいなありえるから、いやいやえみたいな、うん、みたいな、そしたらお兄ちゃん4ピリで、あ俺4ピリ出るよ、4ピリ一応控えて、バレないバレないバレない、2分は出るから、2分2分2往復はできる、ウルトラマン式でワンプレーできる、ウルトラマン式で出てもらって、まあ、ということでもう試合開始までもう30分切ってますよね、うん、もう多分熱プしてますから選手は、ここがね痛いのもうすごすぎてまだ朝だけど行きますか、まあ、中はねちょっと涼しいと思うんで、うもう中入ったら、まあ、サポーターの他の久我山のサポーターのみんなと合流して、さっきだってあの写真撮ってくださいって言われたの、結構ありがたいことだね、はい、全員買収したから、あそうで、お前ら俺と写真撮るってことは俺の久我山の応援しなきゃいけないよって言ったら、そうそうそう、はい、もう絶対応援します、他のチームも応援しませんって、これでこうどん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 もうすごいよ、応援団がどんどん増えてるから、そうそうそう、まあどうなるかわからないですけど、まあ一つになってね、みんなで勝利に向かって行こう、早く進んでいきたいと思いますということで、ね、早速中に入って応援のねところへ移っていきたいと思います、シャン、はい、ということでアリーちゃん潜入完了しました。3分後もう試合まで3分切っている状況でございます。起きた、うわー、やったー、やったー、ちょっとやる、もう試合前だしいいんじゃない、ちょっと試合前だしやっちゃう、一発ちょっとアップがてら、ちょっと一回ちょっとゆっくりネジ飛ばしたらいい、徐々にみんな上げてってもいい、おおおあと俺らも便乗してくる、もうこっからはもう団長、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 いくよー、やったー、いやなんか懐かしいね、この感じで高校時代思い出しますわ、よっしゃ、試合始まりました、狙え、はい、うまい、素晴らしい、
なかなか接戦ですね。まあでも全国大会はそんなもんだ。まあさ、初戦だしね。そんなね、甘くない。全部競って全部勝っちゃいいんだよ。勝っちゃいい、勝っちゃいい、2点差です。全部行け、全部行って、全ガッツリ行け、じゃあ、かませてくれ、お前の会社全部お前のに行け、やってくれるから。止まらねー、止まらねー、止まらねー、止まらねこっから血を出す。さあ。10点差まで行きたいね。15、15、15、あと4分前半いけるぞ。エモゾン行くぞ。よし、こっから、こっから。
もう一回行く。
やっちゃって、やっちゃって。これはね、やっぱね、あの応援の力もありますよ、ね、流れを呼び込んで流れ来たり、学生スポーツですビッグウェーブディフェンスがいいね、JC ディフェンスがいいわ、あと、龍太郎のね、スリーの名産地2連発、やっぱ名産地ですから、名産地です、名産品です、これは取り扱っておりますので、成分取りに結構、態度しっかりしてもらします、ちゃんと育ててるから、丁寧に有機栽培ふるさと納税、僕の方はぜひぜひ、よろしくお願いします、よし、キャー、行こう、誰行け、狙って、うまい、うまい、イエーイ、誰が決めた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 、GG が行ってみました、野生の GG 現れた、野生の GG、 でもね、初めてに頭を隠されてるから分かんないけど、なんか血管が凝縮してしまった試合が先に終わるか、お兄ちゃんが先に倒れるか、いっぱいいっぱいいっぱい、時間使う時間、うんうん、勝利を手繰り寄せたんじゃないですか、帰っていいんじゃない、いや、ダメ、まだ分かんない、まだ分かんない、あやめ、フロアタッチ、フロアタッチ、フロアタッチ、オッケー、よっしゃー、あやめいさん、あやめいさん、あやめのダンクが見たいよ、
試合勝よし、そのままもう、そのまま着替えてユニフォーム駐在する。じゃあちょっと一旦ね、会場出てまたエンディング撮りましょう。はい、ということで、無事1回戦目突破、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。ナイスゲームでしたね。ナイスゲーム。坂井さんの元気が飛んだから。うわぁ、いい感じで引き締まってた。いや、そうですよ。本当に、やっぱ最初から最後までもう油断できない展開続いてましたけども。前半ちょっとゲーム重かったけど、後半でこう一気にスリーが入り出したから、パッと離れる。応援どうでした坂井先生。いやいや、もうめちゃくちゃ届きました。よかったです。いや、まあ無事にね、1回戦の突破できたということで、こっからね、ビツクウェーブに、ね、いや、そうですね、もう波乗ってほしいですね。波乗って明日結構強豪するから。そうです。明日食っちゃってくださいよ、ね、この勢いに乗って、はい、応援してますんで。明日はこのタンクトップも皆さん売ってるんでね。確かにこれ、ぜひあの運気高いっすよ、これね、相当いいよね、なんか着るとなんか上がるよね。よしよし、僕ら来たらみんな白いポロシャツ着てて、俺もタンクトップ持ってきてねえじゃんと思ったら、後半みんなタンクトップ着ないそう、サプライズ、そういうドッキリされてる。明日は来ない。今のところ前向きに検討してます。前向きに検討してます、はい、気持ちはあるんですけど、はい、そうです。同時視聴生配信するかもしれない。とりあえず1回戦目はね、無事突破ということで、このままね、久我山の躍進を祈って。そうですね、本日はまあ一旦以上ということで、まあ久我山の応援ナイスだな、激アツだなと思ってた人はぜひグッズボタン、チャンネル登録、通知オンのボタン忘れずによろしくお願いします。坂井先生は飲みすぎないように今日、はい、安心したいな。飲まない、絶対飲まない。一応言っとかないと。ちょっと福岡ね、美味しいご飯がいっぱいありますからね。お酒も美味しいですからね。そこはね、しつかりされてるので、はい、大丈夫です。また何か機会があればぜひ、あの、その辺を、はい、ぜひお願いします。はい、いつでも行きます。上野のみんなも本当にありがとうございました。明日勝ったらちょっとなんか用意する。うわっ、うわー、ちょっとなんかサプライズ用意しよう。ビッツクのやつ用意しよう。だから気合い入れてください。まだ明日も頑張ってください。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。